どんな人来るんだろうな。ね。ね。どんな人が来てほしい、逆に。逆に？うん。でもね。うん。同い年ぐらいか。うん。年上ぐらいがいいかな。年下はまあもういいやって感じ。うん。年下ね結構苦手なんだよね。あのねすげえわかる。なんかさ年下ってさ。うん、こうどうやってこう接していいか分かんないよね。そう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 、俺もこう部活とかずっとやってたけどさ、うん、なんか後輩との接し方なんて全然分かんなかった、うん、まあ言うてもてっちゃん年下だけどね。あ、そっかそうだねでもなんかてっちゃん平気なんだよね。ほんと、うん、よかった。でも俺もね来るんだったら年上の人がいいな。そう、うん、どんぐらい。でも25ぐらいの人がいいな、うん、まあなんでかっていうと、うん、なんかそれより上だとなんかやっぱり大人だから気持ちが、それより上だとね、うん、なんかもうすごい気使う、うん、ああすいませんみたいな、どうもすいませんみたいななっちゃう、気使っちゃうよね。どうぞどうぞって感じ。じゃあ6個上ぐらいが限界だ。限界、多分限界。俺は4個上ぐらい。 5個上って結構ね、ね、上だよね。なんかね気使っちゃうね、ここ上以上だと、うん、あのなんか持っていきましょうかってね、なるよねなんかなるよね。なんか飲みますかみたいな。なるなるなる。お風呂先入ってどうぞ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 でもそれでもこう年上の人とこう暮らしててさ、それで慣れたからさ、大輝くんとかもさ、もうすぐにこうやって打ち解けれてさ、うん、慣れてるから。だけど25歳以上上の人だったら初じゃん。確かにね。そうそうそう、だからじゃあ25ぐらいが限界だ。限界かも。でも俺もそんぐらいの人がいいな。ね、そんぐらいの人がいいよね。まあ年齢はまあさておいてもさ、性格ね。性格はね、ノリがいい人はいいな。あ、まあね、そうだよね。ちょっといじってもうせやみたいな。そうそう、本当に怒っちゃったやだよね、うん、はみたいな俺上だよみたいな人、あ、そう、すいませんみたいなさ、お風呂先どうぞってなっちゃう。ね、なっちゃうよね生活、一緒に生活してくるってなるとさ、確かにね、あんま気使わない性格の人がいいよね。硬派な人は嫌だな。なんで？ちょっとナンパな人の方がいいかもしれない。なんで？なんか硬派な人とはちょっと反りが合わないかもしれない。あ、そう、反り合わない。うん俺男ですみたいな人はちょっと、ね、すげえ真面目な人は嫌だよね。嫌、だって言ったらあれだけどさ、真面目すぎてもなんかね、カツカツしちゃって一緒に生活するってなるとね、大変だよね。